すみれ寮は児童養護施設です。2歳から20歳までの子どもたちが一緒に暮らしているんですけれど、児童相談所で措置をされて委託されてこちらで生活をしています。ここから学校に通って、ここがお家ですので、ここに帰ってきて、スミレ寮に帰ってきて、学校の宿題をしたり、ご飯を食べたり、お風呂に入ったりで、職員がそれをサポートするという形ですね。で、子どもたちの、家庭復帰が大きな目的ですけれども、この施設から社会へ自立していく子どもたちもたくさんいます。カレーパン、あと何回出てくるの？近くで言いますと保育士、あと教員免許の方もいます。あと社会福祉士、精神保健福祉士の資格を持っている方もいます。うちの施設は少人数のグループに分かれているので、各グループにリーダーがいて、リーダー同士あるいは一般の職員も含めて、なるべく会う機会を多くして、子どもたちのことについて相談したり、悩みを打ち明け合ったり、そういうことをしています。もうみんな食べちゃった。僕もともと保育士になりたくて、大学の方に行って保育士の免許 と、幼稚園の免許を取得したんですけども、大学4年生の一番最後の実習で児童養護施設に、お邪魔させてもらって、でそこで実習した時に、それこそやっぱり自分が思ってる児童養護施設っていうものとは全く違って、みんな元気だし明るかったし、でこう子どもの年齢がすごい幅広い、幼児さんもいれば高校生もいたりとかで、保育園とか幼稚園とは違ってすごい長い時間一緒にいるっていうところで、やっぱり子どもの成長を間近に感じれる、やっぱりその子ども一人一人いろんな考え方を持ってて、いろんな姿があって、なんかそれがすごい楽しい。自分が本当の職員になった時に、よりこう子どもの成長を喜べるというか、楽しくなるんじゃないかなっていうふうに思って、はい、この仕事に、ここみんな明るくて、で、そのおかげで職場も、明るいですし、でこうやっぱり少人数の小規模の施設なので、やっぱり一人一人の職員の距離が近くって、仕事はしやすい環境じゃないかなっていうふうには思いますね。やっぱりその動物が多いっていうのは、一番あると思うんですけど、多分児童養護施設にあそこにピザ窯があるんですけど、ピザ窯は多分どこの施設もないんじゃないかなっていうふうに、思ってて、大きな行事の時に使ったりするんですけど、年に1回、感謝の集いといって、日頃お世話になっている方たちに感謝をしましょうっていう風な、行事があるんですけども、その際に基本的には使ったり、あと夏休みとか冬休みとかなので、基本的に行事のたびに使ってますね。一応女の子なんですけどね、やっぱりこう例えば自分が子供にした関わり、こう例えば子供がトラブルの起こした中でこう自分が対応して、その子供と話して、子供がこうポロってこぼした言葉だったり行動であったり、あ、それって自分がこう子供に伝えたことで、それがちゃんと子供の中に入っていて、あの時話してた自分の話が伝わってたんだなとか、でそれこそ子供によってはあの時そういうふうに言われたからだよとか、そういうふうに言われた時にすっごい嬉しくって、やっぱりこう、まだまだ自分も未熟なので、やっぱり子供とうまくいかないこともたくさんあるし、なかなかうまく話せないこともあるんですけど、でも全部が全部失敗じゃなくって、やっぱりそういう瞬間に出会えた時に、やっぱりこの仕事いいかなって、すごいやりがいを感じる瞬間なのかなっていうふうには思います。やっぱり児童養護施設ってこう厳しそうだとか怖いだとか、そういったイメージがすごいあるんですけど、子どもも職員も含めて全員明るくてあったかくて、
基本的にこの大社の大きい児童養護施設が多いと思うんですけど、やっぱりうちは小規模児童養護施設ということで、より家庭的な面が見られるかなと思うので、気軽に来ていただけるのかなというふうには思います。